アルベルト・エデルフェルトが描いたアクテの全身肖像画1901年、愛のアクテはフィンランドのソプラノ歌手。アルマ・フォーストレムに続いて、フィンランドオペラ街から国際的スターに登り詰めた人物であり、母国のこの分野での草分けである。ヘルシンキに生まれた。母はメゾソプラノ歌手のエミクテ、父は指揮者検索曲家のロレンス・ニコラクテであった。 アクテは1901年に、医師の平気レンバールと結婚、同年に、娘のグロリー・レッパ年を生んでいる。1908年には、息子のミエス・レーンコラが生まれた。幼少期のアクテは、母の指導のもと歌唱を学び、1894年からは、パリ音楽院へ進んで、エドマン・デュベルノワとアルフレド・ジロでの訓導を受けた。1897年に、グノーのファウストで、 オペラデビューを飾り、その結果6年間の契約を結ぶことができた。1904年にはニューヨークのメトロポリタンオペラと契約、1906年まで同地で躍動した。リヒャルト・シュトラウスのサロメがライプツヒ、ロンドンでの初演を迎えた折にはタイトルロールを演じている。ロンドンのロイヤルオペラハウス初演は大きな成功を収め、シュトラウスも悪手を 唯一無二のサロメであると称賛した。アクテ自身はロンドン公演を自身の真の役進であったと考えていた。1911年、アクテはオスカル・メリカンとエドバルド・ファゼルと共にコティマイネン・オペラを設立した。彼女は1938年から1939年にかけては同団体の支配人を務めることになった。 国立オペラを離れたアクテは1912年7月3日に産声を上げた国際的なオペラ音楽祭であるサボンディンナ・オペラフェスティバルを組織した。同音楽祭は1912年から1914年にかけて、また1916年と1930年にも開催された。ジャン・シベリウスは、音歌、ルオン・ロタルをアクテに検定し、 彼女はこの作品を1913年9月10日にイングランドのグロスタシャーで開催されたスリークアイアズフェスティバルで初演している。アクテは1914年1月のフィンランドを演でも独唱を務めた。アクテは1914年までで国外への演奏旅行を最後にしてフィンランドへと戻り、1920年には祖国でさよならコンサートを開いた。 彼女が公の場で歌唱を披露したのは1930年のサボンリンナ・オペラフェスティバルが最後となった。アクテが親しく付き合った中の一人である画家のアルベルト・エデルフェルトは1901年に有名なアクテの全身肖像画を描いた。彼女はオペラのリブレットとしてユーハを執筆しており、これは二度オペラ化されている。初めがアーデメリカントのユーハであり、二度目が デレビーマデトヤのユーハである。1944年8月、ビフティのヌンメラで生涯を閉じた。水臓癌だった。サボンリンナのオラビンリンナ近くとヘルシンキには、アクテの名前を冠した通りがある。彼女が夏に別荘として使用していた、ヘルシンキのビラアイのアクテは、同志によって文化的活動及び会合のために貸し出されている。ベルギーの漫画、タンタンの冒険に登場する。 オペラ歌手、カスタフヨーレ夫人のモデルは悪手である可能性が最も高い。注釈出典ウィキメディアコモンズには愛の悪手に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。